今朝起きてこれからお腹空いたんで、スーパー行ってご飯買いに行ってきます。この1個前の動画を見たらわかると思うんですけど、僕はクロアチアに到着しました。そして今日が1日目です。この日過ごした1日の様子を皆さんにお見せします。スーパーのカゴはこんな形でした。下に車輪がついていて引きずるような形で犬と散歩しているような気分でした。外が暑かったのか結構ハエがいたので、ここにあった野菜は買えませんでした。お肉はこんな感じです。このお肉は1000円くらいだったかな、ちょっとよく覚えてないです。引きずる方が楽かなって思うかもしれないんですけど、結構重たかったです引きずるの。はい、スーパー行って買い物しました。重たい、そして暑い。今この狭いキッチンで頑張って料理してます。この部屋に帰ってきてからゆっくりした後、午後に料理をしました。ほうれん草、体にめっちゃいいからちゃんと食べなきゃ。なんかめっちゃまずそう。はい、鶏肉も切っていきます。トマトも買ったので洗いました。塩や胡椒、パスタも全部スーパーで購入しました。本当は果物も買いたかったんですけど見つけれなかったので、もう少し落ち着いたら市場にも行ってみたいと思います。パスタを入れるときは毎回目分量です。これ1個で 1kg なので4分の1くらい使いました。はい、ニンニクをオリーブオイルで炒めてます。パスタを作るときはニンニクさえなんかちゃんと香り付けすれば、まあ、大体まずくはなんないと思います。はい、茹でたほうれん草も入れてきます。はい、完成しました。めっちゃシンプルな料理です。はい、完成しました。もう慣れないキッチンで料理するのめっちゃ大変だった。時間かかった。はい。じゃあ今から食べます。もうシンプルにパスタ茹でて、ほうれん草茹でて、肉も茹でて、オリーブオイルとニンニクと一緒にみんな合わせただけなんですけど。疲れた。あ、部屋暑い。エアコンつけなきゃ。料理したから部屋が熱くなっちゃってる。なんか毎回僕が上半身裸の時に風に気をつけてくださいねだったり、そういうありがたいコメントをいただくんですけど、部屋がめっちゃ熱いんですよ。なんかさ、僕肌綺麗になったんですよ皆さん。あのすっごい肌前々からブツブツだったじゃないですか。ただ日本にいる間にめちゃくちゃ洗顔頑張って液もいろいろ塗ってってやったら、すごい、すぐに良くなりました。うん。前まですっごいブツブツで、でっかいのたくさんあったんですけど、動画でも皆さん分かってたと思うんですけど、ただ、だいぶ良くなりました。加工をつけてないです。はい。で、食べますか。いただきます。はい。ちょっとトマト上に乗せたら少しカラフルになった。うん。いや、絶対美味しくないもん、別に。僕、自分。自分が作った料理食べるの好きじゃないんですよ、僕。で、これ牛乳かと思って買ったら、なんだ、ヨーグルトみたいな味するんですよ。だからヨーグルト、飲むヨーグルトみたいなの僕買いました。味が濃い。食べますか。あ、食べる気しないな。いただきます。うん、普通。うん、うん。肉もこの鶏肉の場合は茹でるんじゃなくて焼いた方が美味しくなってのは知ってたんですけど、ただ焼くと煙とかすごいじゃないですか。だから今回植えてたんですけど、煙もすごいし、なんか火加減とか火のパワーとかも知らなかったんで、確実に料理するために茹でました。で、茹でた肉の割には美味しい。でも食べないとね、死んじゃうんで、ちゃんと料理して食べなきゃ。
そうそう、僕が日本にいる時もなんか前までずっと日本帰る前で、前まではコンビニとかにもすごい憧れて、コンビニ行ったらあのスイーツ食べて、あのスイーツ食べてとかなんか考えたんですけど、でもやっぱりすごいアンヘルシーじゃないですか。だから日本帰ってきても、まあ初めの方にちょこっとだけ食べたんですけど、その後は自分のお母さんが作ってくれたご飯だったり、うん、で遊びに行った時はもちろん外食したんですけど、食生活もそこまでひどいの、食べるのをストップしてたんで、であとストレスもなく楽しくいたから、ニキビもすっかりどんどん肌も良くなりました。うん、あのスイスにいた時は、うん、あまり肌のケアとかもしてなかったし、あとなんだ、いろいろ公園とか立て続けですごいストレスでっていうのもあったのかな絶対洗顔した方が良かった。これから毎日3回くらいしてますもん、僕今。見てください、今動画撮影してるんだけど、この2台目のスマホでこういじることができるんですよ。前まで動画撮影してたら自分のスマホを動画に撮影に使ってるから、ああ何も手元にないっていうのはつまんなかったんですけど、スマホがあるんですよ。あ、それで僕今一生懸命アパート探ししてるんですよ。で、ちょっと気になったところがあって、そこに問い合わせをしたら、2日後の日曜日に、そこの気になったそのアパートに見学させてもらいます。だから今からカンパニーのそのスタートまであと何日だ、あと6日もあるんですよ。僕早く来すぎちゃって、だからその6日間で僕の住むアパートを決めたいと思います。僕が今住んでいるところは8月31日までで、それがあのアパートメントタイプのホテルなんで、ちゃんとしたアパートまだ決めてないんですよ。だからこの6日間で目星をつけたいと思います。頑張る。だからやることたくさんですよ。 YouTube の編集もしなきゃだし、今はお母さんのリクエストで、おうちバレエを作ってるんですよ。おうちでできるようなバーレッスンの動画で、その動画を作ったらお母さんも自分でヒューマンの動画見ながら、あのバーレッスン毎日やりたいって言ったので、絶対作りたいと思って、そうやって運動もしないと体も衰えるだろうし、毎日運動してたらもっと綺麗になってくれるかなって思うんで、だからその編集もしたりして、編集って言っても僕そんなに凝った編集はしてないんですけど、ただやっぱ時間かかるんですよ、字幕つけたりとか。だから僕本当に本物の YouTuber さんみたく文字一つ一つに効果音をつけたりとかそういうのはもう絶対しないです。もう時間めちゃくちゃかかるし、だから凝った編集はしないのにもかかわらず、それでもすごい時間かかるんですよね、 YouTube の編集って。やってみて思うんですけど、すごい大変だなって思います。あと Q&A の第2弾撮るとか言ってたのに、時間なくて日本で撮れなかったあんな遊んでたけど、あの気がつけば、あ、もうクロアチア戻んなきゃいけない日にちだっつって、だからクロアチアで落ち着いたら第2弾撮ります。あんななんか恋愛の話したりとか、僕バカなこと言ってましたけど、うん、全然真面目な質問、そういう留学についての、私こういうのが不安ですとか困ってますとか、なんかあのどういう風なんでしょうかっていう質問があればもう全然答えるんで、毎回僕って量を多めに作るんですよ。明日の朝の分とかそういう風に考えて作るんですけど、ただ僕作っちゃったらもうなんか、なんなんだろう、お腹空いちゃってまた全部食べたくなっちゃうから結局明日の分残んないんですよ。だからスイスのその食費もすごい高いですもん。もともと物価が高かったから、僕だけの食費で、なんだろう、2人分以上取るかな、食費、僕一人で、一般人の、うん、取るね、2人分くらいは。なんか僕すっごい驚いたことがあるんですけど、まあそんな驚いてないけど、それがあのインスタグラムで僕保存とか、それで気になったものを保存するんですけど、その8割くらいかな、そのうちの1割が面白動画で、でそのもう一つの1割がバレエ動画で、その他の8割が全部食べ物なんですよ
日本行ったらこれ食べたいとかもなんか美味しそうっていうのはもうめっちゃあって、それを全部保存したんですけど、日本についていろいろな日本食食べ始めてから、その保存した写真とかを見返しても、僕なんでこれ保存したのかなっていうくらい、別にそんな美味しそうに見えないんですよ。だから日本にいる時に満たされて、でしかも食べてそうやって経験して満たされてるんで、想像できちゃうんですよ。あ、これこれくらいの美味しさなんだろうな、みたいな。なんだけどスイスにいる時は、無性に食べたくなってて、だからそれくらいなんか、日本食が恋しくなってたのもそうだし、体がなんか欲してるというか、何なんだろう。だって食べれないからさ。やっぱ日本食って美味しいから。だからそこがちょっと、今回、日本に帰ってきたの気づきです。普段の夏休みってすっごい長いんですよ。タッツのお休み、2ヶ月近くあったかな。1ヶ月半以上あってんの気がする。だから夏休みはすっごいいつも充実してたんですけど、今回の休みは、自主隔離があったんで、その2週間でもつぶれて親とも会えなくて、友達とも会えなくて。で、1週間、2週間くらいかな。2週間もないか。1週間くらい、10日間くらいだ。友達だったり、親と会えたの。すごい短かったりする。で、聞いた話だと、カンパニー、このカンパニーはやっぱ、冬休みってクルミア人形とかそういう公園で忙しいじゃないですか。冬の時期が。だからその影響で、やっぱり冬休みも短くて、1週間くらいしかないんですよ。ただ1週間なら僕、日本に帰りたいって思うんですけど、やっぱり親とも会いたいし。ただコロナの影響で帰れないから、自主隔離も合わせて。そしたら1ヶ月の休みでもすごい短いじゃないですか。2週間隔離して。で、2週間しか会う実感ないんですよ。まあいろいろそういうのもあって、だからまた日本に帰るのは1年後になると思います。だから1年間頑張ってここで修行して、たくさん踊れるように頑張りたいと思います。うん、この6日間でアパートを見つけて、やっぱりちゃんとやることをやっていかないと気持ちが焦っちゃって、ちゃんと今やんなきゃいけないことに集中できないから、この6日間はアパート探しと、って感じかな。僕が最近漫画読んでみて面白かったのが、ホーリーランドっていうやつ。僕もバカだから、なんかそういう格闘技とかなんか強いな漫画みんな好きなんですよ。だからそれ見てすごい面白かったなって。で、あと、僕めちゃくちゃ影響を受けるんですよ。映画もそうだし、漫画もそうだし、アニメに。まあちっちゃい頃はもちろん今よりも影響を受けてて、ワンピースのギアセカンドっていうのを出た時には、友達とバドミントンで遊んでる時とかに、毎回本気今から出すわって言って、ギアセカンドってもう必ずやってました。で、あと、ハンターハンターのゴンが、じゃんけん、グーっていう技あるじゃないですか。で、それにも影響を受けまくって、毎回ですよ。毎回友達とじゃんけんするたびに本気を出したい時は、こうやって、最初はグー、じゃんけん、グーって言って、毎回必ずグー出してました。あとなんだ、そう、そうやって僕影響を受けちゃうんですよね。映画毎回見たとき、なんだっけ、怪物くんっていう映画ちっちゃい頃に見たときも、手が伸びるみたいな感じでお姉ちゃんに攻撃してあるとか、なんかそんな感じで影響を受けるんですけど、だ最近あれ見たじゃないですか。なんだっけ、どうした、レモンソーダじゃなくてなんだっけ、まあ恋愛映画見たんですよ最近。うん、動画にもしましたけど、ハニーレモンソーダみたいな名前だったっけ、ラウル君が出てた恋愛映画。その恋愛映画にちょっと影響を受けて。毎回、その映画を見た後からお姉ちゃんに、すごい僕も影響を受けたのと、それ自分でやってても楽しくてハマっちゃったんですけど、お姉ちゃんに。それでなんか、かっこつけて、なんか、耳元で。かっこいい、なんだっけ、主演のその、男の人、かっこいい役の男の人、みたいになりきって、囁いて、それで、お姉ちゃんが、うわ、キモいって、言われる、そのやりとりをするのにハマってました。キモいって。うん。めちゃくちゃちょっかいかけちゃったな。
日本からクロアチアここに来るのすっごい緊張しました。やっぱり最近すっげえトラブル多いんですよ、僕のその生活で。皆さん見てくださったと思うんですけど、チースから日本へ帰るときにトラブルがあって飛行機乗れなかったんですよ。でそういうトラウマもすごいあってめちゃくちゃ不安で、でクロアチアにちゃんとスーツケースの荷物もチェックした時に預けたんですけど、それが届くのかっていうのも超不安で、うん、無事にもう全てうまくいって、今回は全てうまくいって無事にクロアチアへ来れました。もうすっごいホッとした。ただね、たくさん経験を積んでいてね、失敗しないようにしなきゃなって、ちゃんと僕が乗り過ごしちゃった飛行機、スイス航空の飛行機も、そう、日にち変更できたから、無駄にもならなかったし、またその、変更された日にちで、今度はクロアチアからスイスへ行って、で、スイスからまた日本に帰ります。で、戻りも同じく、日本からスイスへ行って、スイスからクロアチアへ戻ります。あと、心配だった歯医者もちゃんと払えて、ちゃんとしっかりやれることをやってこれたかなって思います。よかった。今回はオリンピック接種に紛れ込んじゃった話みたいな面白いストーリーはないです。だからただ待ち時間がすごい長かったな。僕待つのめちゃくちゃ慣れてるんですよ。だから飛行機乗り過ごした時に空港で一夜過ごしたみたいな経験してるから、待つのすっごい得意で。だから、飛行機の中も全然苦痛じゃないし、ずーっと座って寝てられるんですよ。寝はしないけど、座って映画見たりとか、全然平気なんですよ。ただ一番長かったんじゃないかな、移動。そうやって、待ち時間が意外と。じゃあ僕これゆっくり これから食べます。ではまた、さよなら。見てくれてありがとうございました。Yo, bye bye.